はい、半負けの本家の半魔王先生です。12時31分ですね。2月26日火曜、ですね、マイホームとかですね、マンションとか、ローンでね、買ってですね、まあこれはね、いいんですけれども、そのですね、ことで一生弱くなるんでね、借金作りますと、今ちょっとね、酎ハイをサントリーのね、ハイボールですね、ちょっと仕事の分析ですね、仕事してるんですけども、当たり前というかね、力がなくて借金しちゃダメですよね。大きい借金すると力ないと一生仕事を回されてね、仕事をね、多くね、一生力がないとね、借金っていうのはもう力が弱くなりますからね、仕事なくなったら破産しますからね、仕事何でもしないといけなくなっちゃうんですよ。そういうように弱いので借金しちゃいけないんですね。仲間から借金するね、ということだけですね。これ当たり前なんだけども、仲間がいなくて借金しちゃダメですよ。一生奴隷ね、こんな当たり前のこと知らないんですかね。人間っていうのは今日肉食生物ね、弱いものを食って生きる、これがね、人間っていうものですね。これね、分かりにくいんだけど、人間だけで生きてないんですよ。宇宙的に生きてるんですよ。だから人間同士ではね、全然平気なような感じで見えちゃうんだけども、そうじゃないんですね。宇宙全体の力から今日肉食生物で生きてるんですね。だから頭が強ければ頭の強いところに動いてて、その勢力によって動くんで、人間のね、地球のね、人間同士の問題の勢力ではね、うまくいかないんですよ。だから勢力は宇宙全体の勢力で、それで隠しますからね、自分の勢力は。当然ね、戦いですからね。だから弱そうで強いというね、力使いますから、当然ね。力を多く持ってて、宇宙生物一体のね中で力を多く持ってて、地球の中でね、いかにも分かんないわけですね、力で。人間団体だけの力だったら弱いんで、でそういうごちゃごちゃだね、人間は社会で生きてるんですよ。だから単純にね、動いてないんですよね、生命ってね。だから当然その中で弱ければ、今日肉食生物のね、総合的な力がなければ、一生ただで働かされて終わってしまいますね。当たり前なことなんですけども、借金するときに仲間から借金するということだけしかできませんよ。借金はね、弱くなるんだね。
で、それやってないと、もう、ね、払えないと破産しますから、仕事回されます。仲間から、借りるようなことしてないとね。ね。こんな当たり前のことね、ちょっと説明してっていうのはね、私の、サントリーのハイボール、これ美味しいんで、人間が作ってるね、ということで、感謝の気持ちでね、ちょっと、人間のためになる話をね、ちょっと話しましたけども、からね、むやみに借金して、マイホームなんか建てますけども、何人も無数にやられてますけども、転勤されちゃうんですね。ね。家買ったと思ってたし、仕事場か別のところなんですよ。買ったところが出ちゃって、その買ったところをね、貸すとかね、いうようなことして、これやられますね。これ仕事場でね、そんなことあったら意味わかりますけども、その会社って自分の味方じゃないのということですね。だったらそういう会社には入んないよね。ね、味方だったらね、自分の会社と通じ合って、仲間の会社だったら転勤なんてしません。マイホーム買って買ったところからの勤務ね、なりますから、それで人にねマイホーム買ってね貸すようなことなんていう会社でそんなことさせませんから。